い、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はこの前アイハーブの購入品って言って、このエルフのアイシャドウパレットを紹介したと思うんですけど、このパレットを使ってちょっと早いんですが春先取りメイクをしてみました。本当にアイシャドウとかはほとんどこのパレットでやっているので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。まずメイベリンのこの BB クリームを顔全体に広げていきます。そしてこのザ・シムのコンシーラーでクマを隠していきます。コンシーラーは叩き込む感じでポンポンポンとなじませていきます。そしてこのシーティブのお気に入りのチークを、まずはみかんという色をこんな感じでほっぺにのせていって、でこの桃花っていう色味でその周りをぼかす感じで入れていきます。そしてこのキャンメイクのパウダーでセットをしていきます。そして今回眉毛はちょっと赤みを入れたかったので、こっちの03番の方の下の真ん中の色味で描いていきます。いつも通り描いていきます。そしてこのエルフのアイシャドウパレット、この色味を上から少し重ねていって、ちょっとアイシャドウと統一感を持たせてみました。でこの色をアイホール全体にのせていきます。涙袋にも全体的にのせていきます。そして次にこのラメがねたくさん入った色味を二重幅に塗っていきます。そしてこの色味をブラシにとって、これもエルフのブラシなんですけど、これにとってちょっとねブレンディングしていきます。そして一番明るい色味でこの眉毛の下に入れていきます。そしてまたこの色味を下のまぶた2分の1ぐらいに広げていきます。そしてこの色味を二重幅に塗っていくんですけど、真ん中を開けて目尻と目頭に塗っていって立体感を出していきます。これ結構二重幅もねくっきり見えるのですごくおすすめです。そしたらさっきの色味を指にとって真ん中にポンポンポンとのせていきます。そしてレブロンのブラックのジェルアイライナーで粘膜を描いていきます。目尻の方もそのまま延長させるように少しはみ出して描いていきます。そしてこの右の2つの色味を混ぜて下目尻に塗っていきます。そしたら左から2番目のこのラメがいっぱい入った色味を目頭にのせていきます。アイシャドウはこんな感じです。そしてこのビューラーでまつげを上げていって、お気に入りのこのロレアルのマスカラをしていきます。上下にしっかりと塗っていきます。はい、アイメイクはこんな感じです。そしてこのキャンメイクのシェーディングパウダーでノーズシャドウとシェーディングをしていきます。そしてビセのハイライトで鼻筋 T ゾーン、目の下、顎に入れていきます。ここら辺は普段のメイクと変わらないのでそのままやってください。そしてこのレブロンの18番のキスイズという色味を塗っていきます。これだけでもすごい可愛くていいんですけど、今回はちょっともうちょっとだけ大人っぽいっていうかダークな感じにしたかったので、このトープを重ねて深みを出していきました。
ということでこんな感じになりました。はい、どうでしょうか。結構このアイシャドウパレットどれも本当に可愛い色味で、ピンクベースな感じのアイシャドウが多くなっているので、ちょっと春にぴったりかなと思います。今回私がしたこのメイクは春にももちろん使えると思うんですけど、冬でもね全然可愛いかなと思います。なんか春ってすごいなんていうんだろう、ピンクっていう感じですごい可愛らしい感じがすると思うんですけど、今回はちょっと春メイクだけどダークな感じ、ちょっとかっこいい感じにしてみたので、全然ね冬とかでも使えそうだなと思います。これエルフの商品なのですごく安くて1200円ぐらいで買えるんですけど、すごく発色もいいし、このなんていうんだろう、ツヤ、わかりますかね、こう目を動かした時のツヤが本当に綺麗だなと思います。すごくおすすめです。このアイシャドウパレットを購入品で紹介した時に装置とかもやっているので、ぜひ下の概要欄から飛んでみてください。というわけで今回はこのエルフのアイシャドウパレットを使って春先取りのちょっとダークっぽいメイクをしてみました。少しでも参考になったなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。